今日はちょっと変わった話ということで、UFO とか宇宙人みたいな。僕が、聞いた話で一番印象深い、UFO の話があるんですけど、高知県の、まあ、とあるバーの、バーのママさんの体験談なんですけど、ある日、夜中に窓から家の外をチラッと見たら、あの山の上を UFO がすっごい勢いで上下にギュン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 と行ったり来たりしてるのを見て、うわ、すごい UFO だって思ったらしいんだけど、次の日に知り合いに昨日 UFO いたよねってみんなに聞いたら、え、いなかったよ。誰も、自分しか UFO 見た人。でも、知り合いの中で、地震のなんかデータを観測する研究所に勤めてる人がいて、その人だけ、え、それ昨日の何時頃の話よね。そうそうそう、UFO いたの。その時間だけ、その地震観測のグラフがギューンって上がってた。だからもしかしたら何かはあるかもしれんな、みたいな話を聞いて。